頭でもね、事故なくね、無事だったら一つくらいは勝てるんだと、なんとか気分よく楽しんでもらうように。馬を愛し、馬に生涯を捧げた調教師藤沢和夫。全く新しい調教方法の導入、積極的な海外遠征、調教師生活の裏側には挑戦の連続があった。輝かしい業績とともに最後の G1 シーズン、挑戦に迫る。馬を第一に考える藤沢の競馬館の礎は、若き日のイギリス修行時代に築いたものだった。どうしても険しくなったり厳しくなったり、こうイライラしたりすることがおそらくはあったんだと思うんで、友達がそんなことじゃダメだということで、いつもニコニコしろとか言われてね、そういうふうに言われたような記憶があります。とにかく朝顔を見た時点から話しかけると、まずおはようから始まってましたね、馬に対してね。海外修行を終え、調教助手として経験を積んだ後、1988年には美穂トレーニングセンターで厩舎を開業。馬なりっていうのは生ぬるいということで、やはりスパルタ重視っていうか、今考えてみると楽しまして走るとか楽しんで仕事をするとかっていう習慣がなかったんだと思いますよ、はい。馬なり調教や集団調教、入念なクールダウンといった馬優先の調教法を新たに導入、トップトレーナーへの第一歩を歩み始めた。そして深い愛情とともに鍛えられた厩舎の馬たちは藤沢の期待に応えていった。海外挑戦も積極的に行い、待機シャトルでジャックル・マロア賞を制覇、世界にその名を轟かせた。一方でベルモントステークスに挑戦するカジノドライブの異変に気づいた藤沢は、レース当日に取り消しを決意。痛いよっつって、こう後ろ足を上げてたんですね、一瞬で。大舞台を目前にしながらも馬のことを第一に考える勇気ある決断だった。藤沢先生とダービーってどんなレース？勝ってないレースですよはい、ホースマンとしてどうしても勝ちたかったレース、日本ダービー。先頭はレイデオロ、ルメールだ。ゴリ開業30年目にして手にした栄冠だった。2018年調教師生活も終盤を迎えた藤沢のもとへとやってきた一頭の牝馬。その可憐な牝馬は安田記念でアーモンドアイを撃破するなど、希代の名マイラーへと成長していった。グランアレグリア秋初戦、その動向に注目が集まっていたが、選択したのは 2000m の天皇賞への参戦だった。やはり3頭なら藤沢は挑戦することをやめなかった。1番コントレイル追っているが、なかなか差が詰まってこないか。エフフォーリア堂々先頭ゴール。敗れはしたものの、新たな可能性を求めて挑んだ戦いには惜しみない拍手が送られた。そして藤沢は次走のマイルチャンピオンシップをグランアレグリア最後のレースと定める。最後のレースになるんでね、無事に帰ってきてもらいたいなと思って見させてもらいました。大外から12番グランアレグリア、坂を駆け上がって外から12番グランアレグリアが抜ける。間からは7番インデチャンプ、そしてシュゼルマイスターダノンザキッド、先頭グランアレグリアゴールイン。ラストランを勝利で飾り、無事に藤沢のもとへと帰ってきたグランアレグリアは、藤沢に34個目のJRA G1 勝利をプレゼントし、これを最後に繁殖牝馬への道へと旅立つこととなった。そして藤沢自身も間もなく調教師生活の引退を迎える。定年後については馬にまだ関わっていきたいと思ってらっしゃいますか？
そうしたいなと思うんですけど、仲間調教師が嫌な顔するんで、馬以外のことをやって楽しもうと思ってます。どんな時も笑顔を絶やさない藤沢和雄の笑顔と馬への愛情は、日本の競馬界に大きな変革をもたらした。